ジョン・ゲイリー・グローバーはアメリカ合衆国をハイオ州クリーブランド出身のプロ野球選手、デランド校からトロントブルージェイズに入団。シカゴ・ホワイトソックス、アナハイム・ウェンゼルス、ミルウォーキー・ブルワーズでメジャー通算21勝を記録した。2005年11月24日、読売ジャイアンツに入団。2006年は先発投手として期待され、 前半戦は不本意な成績に低迷し、ファーム落ちも味わったものの、後半戦では2メートルの長身と、多彩な変化球を武器に安定した投球を見せ、先発ローテーションの一角に食い込んだ。しかし、決め球に書き中継ぎで適性を見せられなかったこともあり、チーム事情から、同年オフの11月30日に自由契約。後半戦での人の変わったような口頭から、 この自由契約に驚くファンも多かった。2006年は開幕から1ヶ月が経過したあたりまでは、先発6人制で中6日当板だったため、毎週日曜日に当板して、不安定な投球ながら、打線の援護に恵まれ勝ち星を挙げていたことから、サンデーグローバーとも呼ばれていた。しかし上原浩二、高橋久則などのエース格の先発投手が、故障離脱して、ローテが崩れ、 登板する曜日がずれた途端に、打線の援護がなくなり、その後は黒星を積み重ねるようになってしまった。2006年12月21日、ジェイソン・グラボースキーと共にタンパベイ・デビル・レイズと、マイナー契約を結んだ。その後メジャーに昇格し、主に中継ぎで登板した。その後でトロイト・タイガースなどを経て、2009年は、マーリンズなどのトリプル A 級マイナーリーグで、 プレーしていたが、クリストファー・ニコースキーの代役として6月21日に、韓国プロ野球、SKY バーンズと契約した。背番号は59。SK では先発として起用され、シーズン後半だけで9勝を挙げ、特に終盤戦で7連勝と絶好調だった。2010年も SK でプレーし、故障もあり6勝止まりだったものの、 2011年も SK と再契約した。2011年は7勝だったものの、故障で韓国シリーズなど、ポストシーズンで登板できなかったこともあり、この年限りで退団となった。2012年1月、マイアミ・マーリンズとマイナー契約を結んだが、開幕ロースター入りできず、マーリンズ参加の AAA 級マイナーリーグでプレーした。ありがとうございます。